ごめんね。やばくない？なんかさ、今更焦ってきて、え、あと4日ってなって、あと4日、5日ってなっちゃって、あ、どうしようどうしようってなっちゃった。うん、やばくない？今週で終わりだからね、私。来週はもうないから、本当にちょうどね、今週いっぱいって感じなんですけど、なんか実感が湧いているのか湧いてないのかわかんない感じ。ギリギリまでそのコンサートとかやってるっていうのもあるけど、えーってなってる。本当に終わるのって。ね、だってさ、発表したのはさ1月でさ、もう春が来たねって思います。いよいよ春だなって。日曜の朝に実感湧きそうでね、あー終わったーって。で、花さんからのメールが届いてないのを見て、あー終わったなーって思うかもメンバーからのメール、取ってるメンバーのも来なくなっちゃうから、卒業すると。わからん、なんかすぐ解除されるのかわかんないけど、そこで、あーもう来ないんだって、自分のも送らないんだって思うかも。でもね、まだね、ちょっとお知らせは後ほどっていうか、ちゃんとしたタイミングであるんですけど、結構すぐにもうあのチャットの方が始まると思うので、そっちを楽しみにしていてもらえたらなと思います。よかったら。お返事もね、見られるようになるので、みんなもやりやすくなるかなって思います。今はそのデザインとかをもろもろ話し合って、いろいろ変えてみたりとかしてますので、お楽しみに。だいたいね、決まった。だからそれのさ、提出物じゃないけど、こういうどうこうとかがさ、もうバタバタしすぎて、今日までもう出してもまたなんか修正が入ったりとかで、あ、やっぱりなんか全体見て、あ、やっぱりこれはこれがいいなとかなったりして、結構もうバタバタ。今のチャットはコメント読めないの？そうなのよ、今のチャットはみんなからの返信は見れないんですけど、なんだろう、みんなの返信に対して私が返すことはできないけど、私が送ったのに対してのみんなの返信は見れるっていう感じだと思う。755はね、やめます755はやめます、ごめんね。755はあの HKT のアカウントなので、っていうのと、まあその利用者数とかもろもろとか考えて、ちょっと多分うまくっていうか、あのなんて言うんだろう、いい方向にはならない気がするので、ちょっと整理対象のうちの一つです。よっくんタワーありがとうございます。755はね、利用者が少ないっていうか、そもそも HKT 自体もあんまりやってないっていうか、もうこのそもそも5期生以降はアカウントも持ってないし、そうし、ちょっとね、多分そんなできないので、そもそもが、あと
今のアカウントはもう使えないので、その卒業したらもうお返しする形にするので、ちょっともうなしですそう、基本は消しはしないかな、そのまま残す形になるかな。そう、ちょっとなんかメリットとかで考えてるわけじゃないって言ったらそうなるけど、まあちょっとまあよりもやるべきことはあるかなっていう、そのそういう別のところにちゃんと力入れる対象を絞って満足度高めにしたいなって思っているところです。でもインスタとかツイッター X は残るっていうか、そのまま続けようかなって、みんな次第かな、みんな次第っていうか、そのみんながどれぐらい求めてくれてるかによると思う。そう、755は残すか消すかはちょっと分かんないんですけど、多分残すと思います。そう、有料のはもうチャットっていうかブースティのサイトだけになります。だから今みんながそのチャットを取ってくれてる人は同じところ、今は私は HKT の中の HKT48 ファミリーの中のチャットとしてやってるんですけど、じゃなくて別の私のサイトとしてオープンするので、ちょっとまた一ついるんですけど、その手続きというかそんな難しくないけど、ちょっとだけ登録しますしませんぐらいの、続ける続けませんぐらいの感じ。それもまたそのお知らせがあるので、ちゃんとそれも私がちゃんとこう言います。またお知らせ始まりましたよって。なんかね、メンバーシップサイトってさ、まあ今卒業生のでその登録してる人は分かると思うんですけど、あの番号みたいなのがあるのよ、その入った順の番号みたいな、なんかそういうのがあるので、そのサイトオープンっていうか公開タイミングとみんなが登録を開始するタイミングを分けてるので、だからその焦んなくていい、みんなその変になんかやっぱりお知らせ来た瞬間なんかしなきゃっていうよりも、その何時から登録開始しますよみたいなお知らせが別にあるから、そこは焦らずにちょっと遅めの時間帯に設定してるので、それも遅めっていうか朝とかにしないようにしてるので、ちょっと分かんないけど全員のお仕事のタイミングとかに合わせることはできないけど、やっぱそのあんまり朝早くにしないようにしてるので、お待ちしておいてください。他の卒業生と同じ感じ、枠が一個一個あるみたいな、でその中に私のチャットがあるみたいな感じかな。そう、小田がやってるのとはねまた別なんですよね。多分小田はチャットだけを残してるんですけど、私はメンバーシップ側なのでやるのは、だからあのまどかさんとかシナモンさんとかと同じかな。だからそこもなんかちょっとの差があってちょっと難しいんですけど、なんかコンテンツっていう枠が広がる。武田も同じ、そう小田はチャット、広永がやってるのもチャットの方かな。だからなんかね別なのよ、そこはメンバーシップがあるないがちょっとある。ゆいちゃんも一緒、小田とかひろなは多分チャットだけ残してる形かな。メンバーシップじゃなくてチャットを契約するみたいな形で、私はそれプラスちょっと値段は上がるんですけど、例えばなんかオフショットとか、何のって話やけど、なんかその例えばいつになるか分かんないけど、例えばこういうイベントをしますよって確定じゃないけど、
まだね全然確定じゃないけど、もしその時にやりたいってなって、なんかそういうのをなんか載せるとこないかなってなった時に、コンテンツとしてそれを載せたおしよっとみたいな、その日の写真とかを載せたりとか、ちゃんとした写真を載せて、なんだろう、チャットに送る自撮りとかとはまた別の、そのなんかちゃんと撮ってもらった写真とかをこう載せるとか、なんかそこら辺は可能性無限大なので、そう、そういうのとかも含まれます。なんかチャットだけじゃなくて、そう、なんかそういうその会員限定みたいな感じで見れるのも増やしたいなっていう。そう、うちの父がカメラが趣味なので、ちょっと引っ張り出して、家から来てねって、こっちでこういうの撮りたいからって来てもらって撮ってもらおうかなと思っておりますので、そう、うちの父がカメラが趣味なもんで、よかった、使える人がいて身内に使える人がいてよかった。そう、自分でさカメラとか持っててもさ、自分じゃ撮れないじゃん。なんかまあなんか無理して内カメみたいな、それだったらもうスマホでいいじゃんってなるから、ちゃんとね撮れるっていうか、その撮りたがる人がいてよかった。普段はなんか花とか鳥とか撮ってるけど、そう、だからなんかそういう写真がなんか送られてきたら PA が撮ったんだろうなって思ってください。育てます今から人対象とさ、草とか、草じゃないか、花とか、なんかさ鳥とか撮るのとは違うと思うから、ちょっと私を撮るように育てたいと思います今から。せっかくね、ね、高いお金出して買ってるやつだから、きっと使いたいって喜ぶと思うから育てていきますまあそんなにね頻繁には撮れないけど、パパも仕事あるから、まあその1ヶ月に1回とかぐらいは大体撮ってもらおうかなって思っております。そんな感じだから、そこがファンクラブみたいな形と思っていいといいです。なんか別にまたファンクラブみたいなのは作んないです。もうそこでやります。分かんない、それですっていうか、それみたいな感じですっていう、とりあえず私に対してお金がかかるって言い方したらあれなんですけど、ですけど今みたいになんかそのあるのは、やるのはそれだけです。ファンクラブ作らんのって、だからそういう意味、そのなんかファンクラブって言っちゃうとさ、このなんかハードル上がる部分もあるし、まあ、形式とかもろもろがなんだろう、新たに始めなきゃいけなくなっちゃうから、そのブースティのあのメンバーシップっていう言い方をしてるだけみたいな感じ。それに会員証とか全部つくから、結局やってることはファンクラブと一緒だよっていう、ほぼほとんど一緒、そのサイトを使ってるか別のサイトを使うかの違いで、ほぼほぼ同じことをやります。どこのサイトを使ってるかの違い、ただそのブースティーでやるファンクラブがそのメンバーシップって呼ばれてるだけ、そういうことです。内容としては変わんないと思う。ファンクラブ、ファンクラブっていうか、なんかあんまないよね今時ファンクラブっていう扱い、難しいけど、オフィシャルサイトみたいな。まあでも結局言い方が違うだけで中身は
全部一緒。だからその新しくサイトを一から作るっていうよりもブースティのなんだろう形式というか今あるのをお借りして同じようなことをやりますよっていう感じだから、私だけが作ってるっていうよりも今 HKT のなんだろうファミリー HKT48 ファミリーも一緒に運営してくださってるスタッフさんとかと一緒にやっていきますよっていう感じですそうだから今もそのスタッフさんとかとこういろいろやり取りしてデザインとかも決めてるみたいな感じ。なんかほぼ一緒、言い方が違うだけ。やっぱ自分でやるよりもね、そういうインターネット系ってやっぱ強い人がいた方がっていう感じ。ファンクラブの入会費プラスブースティの月額費制なんかなって。難しいね、分けなくていいかもそこは。うん、ブースティのねスタッフさんは HKT のスタッフさんじゃないんですよ。別にブースティのスタッフさん、 HKT のスタッフさんじゃない。全部込み込みであります。だからそれに入ったらもう全部が見られるっていう感じ。だから今のメールとかよりは高くなっちゃうけど、今チャットとメールを取ってる人、両方取ってる人からしたらそんなに変わんないかなって。むしろなんか全部一緒になるし、コンテンツも増えるのでちょっといい感じに、みんなもまとめて見やすい使いやすい感じになるかなと思います。金額とかはまたそのお知らせのタイミングに出すんですけど、まあみんなも知っての通りこんな感じなんでこんな感じなんで、すごい頑張ると思いますので楽しみにしていてください。今から何しよっかな、あれしよっかな、これしよっかなって思ってます。まあね、試行錯誤していく期間だと思うけど、しばらくは1ヶ月ぐらいは。もちろん無理のない範囲でやっていきたいと思いますので楽しみにしていてください。配信はねまだ分かんない。どっちにしてもこのアカウントじゃなくなることは確かなんだけど、ちょっとしばらくは分かんない、どんな感じになるか。まあそのまだ言えないこともたくさんあるので、それが言える頃にはその他のこともそれに絡むこととかも整理して話したらいいなって思っているんですけど、今ね100は言えないので、どうしてもとりあえずちゃんと続けるよってその消息不明にはならないよっていう説明でした。です。それだけ。別にその説明のための配信ってわけじゃないけど、まあまあ待っててねっていう感じです。そんな感じ。ちょっと足びれてきた。変な角度で座ってた。いや、全部言えることはそんな感じですかね。
とその PA が写真担当しますというかさせますというお知らせでした。物笑いはね、まばたきはなんかギュッてつぶらなければ大丈夫かも。でもまあ目薬さしてるので、あの使い捨てのピッてやつ、オレンジ色のやつ、なんか痛みは減ってってるかな。まだちょっと赤いけどあんま分かんないか。でもやっぱここだけ、このちょうどね真ん中のこの辺なんですよね。だからちょっと赤いけど前髪の影になっててあんま分かんないかも。一昨日よりはマシ、その朝起きて晴れてた時よりはマシかな。晴れはねだいぶ、その一昨日は全体的に晴れてて目が、けど今はその物もらいの部分だけ晴れてるっていう、ちょっと喉鳴った、ちょっと晴れてるって感じだから最初よりはねマシかな。例えばプレゼントやお手紙の送付先とかは、今のところお手紙とか受け取る手段は用意してなくて、そう、ちょっとまだ分かんない状況です。今のところはないんですけれども、うまく言えないけど、そう、物笑いできるとすべてのやる気なくすけど涙袋かかなくてみんなわかる。腫れるからさ、涙袋がぷくって なる。お手紙送るなら卒業するまでってことね。そうね、多分もう出てるんだっけ、その最後のお便りはいつまでですみたいな感じのが多分出てるっていうか、出るか出てるかしてると思うので、その他のメンバーと同じようにそのタイミングに合わせてもらえたら受け取れます。でも多分今来てるのとかもまとめて全部最後に受け取ることになると思うから、その直前に見れるかとか言われたらちょっと見れなさそうなんですけど、まあ、来る人はその時に渡してもらえたら見られると思います。卒業公演の日までは大丈夫なはず。その日消印とかかな、確か11日の最後の日の、その当日受付の分は届きます、私に。なんか書いてあった気がする、それが。そんな感じかしら。もうさ、もう短すぎてさ、もうどうしようどうしようってなってる。卒業記念グッズもあります。数日前にサンプルもらって最高です。みんな欲しいだろう、欲しいって思ってくれるだろうなっていうのにしました。少し遅れても届けてくれるでしょうって、いや遅れたらもうダメです、戻されますきっと。もう前もってその日って言ってるので。なんでお手紙余裕を持ってお願いします。卒業グッズはね、多分最後の日に出ると思う。あとね、一つね生写真がね一個出るんですけど、結構恥ずかしいので最後の生写がそれかっていう感じなんですけど、いつ出るんだろう。でもすぐ出るよね、あと数日だから。
でも結構なんか思い出が詰まったグッズかな、卒業グッズは。思い出たくさん。それでさ、ああ好きにって言われたかったのに、恥ずかしいのが一個出るんだよね。その撮影、最後の生写の撮影の日に、これが最後だけは嫌だなって思いながら着たやつ、そのグッズの担当の方に、お芋さんのお芋の最後の生写はこれですって言われて、ああそれやんってなったそれかーってなったんですけど、まあね、最後だからもうそんな着ることないかな。卒業公演のドレスの写真発売は後日なる。まあドレスがどうこうとかはまあ置いておいて、その卒業のタイミングで撮った、卒業公演のタイミングで撮ったのはまた後日に発売されると思います。その日に撮ったやつ、あの一人のやつでしょ、毎回売られてる。恥ずかしいのはそのなんか普段着ない服だから恥ずかしかった。なんかそのなんか際どいやつとか、そのなんだろう、世の中に出て恥ずかしいやつっていうよりも、なんか自分が着て恥ずかしいやつ。そうだった。それかみんな恥ずかしいってわけではないのねって、まあ人によると思う。うん、人によるけど、私は最後がそれって言われたらちょっと恥ずかしいなっていう感じ。かな。あっという間ですよ、本当に。なんかモモンガと目があった今目の前の。8年がさ、こんなにあっという間に最後終わるんだって思ったら、なんかすごい変な感じ。でもさ、いつかはさ来るわけじゃん、このタイミングが。でさ、多分どんだけ発表からそのなんだろう、卒業の日まで期間があったとしても、多分すごいこのはもうあっという間やんって感覚は変わんないだろうなって思うし、結局この数日間って絶対にやばいやばいやばいってなると思うし、そう。でもきっとみんなそうなんだよね。でもちゃんと終わりの準備がいっぱいできてるはずだから、そう、うん、まあもし終わった後に心残りあるなと思ったら終わってからしようそしたら終わってから、死ぬわけじゃないんだから、そう、何もできなくなるわけじゃないんだから思うけど、めっちゃなんか何もしてない時間がそわそわする。やんなきゃいけないことあるのに、 そっちのけでなんか他になんかと思っちゃう。ボスってみんなボスそれともその大きさの子だけ、この子だけがボス、他は全部モモンガ。なんなら全部ボスのグッズ、ボスの、そう、ボスはこの子だけ。じゃあモモンガ、この子だけボスは。
このね、それかぶってる子だけ。そうだから他のが出てきた時はボスって言ってない。この子だけボスって言ってる。ダララーンはボスの乗り物って、そう、だいたいこの子の上に乗ってるボス。もう落ちてきそうだね、斜めで。そう、この子だけ。だからボスって言って出てきてるのは毎回この子。ベッドから落ちたのもボス。コロ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 って転がってた。起きたらしてた。この子はモモンガ。タララン、モモンガボス。コンサートにもボスは参加しますか？不参加です、うん、お留守番です。四期の天使の尻尾裏話ありますかって。え、全然ない。全然ないって言い方したらあれだけど、まあ、二人はやったことあるしね。なんか普通に前日のドンタクの時に振りを合わせて、とりあえず三人が合っていれば正解だから、もうか細かいところとかさ、人によってなんかやっぱちょっと違ったりとかするけど、いろんな人がやってるから。そうなんだけど、とりあえず三人が揃ってたら正解だからって言って、三人で合わせてっていう感じです。まあ、そもそも二人の色とかはもう武田の時にやったのに合わせて、そう、まあ一からね、覚えるの大変だから、今忙しいしね、コンサートで。だからもうやったことあるところでっていう感じで、あの色です。まあ2人それぞれね、ピンクよりマッチの方が似合ってると思うから。そうっていう、空いたピンクをやっただけです、私が。チャットの動画の最後のレアちゃんの表情が面白かった。そう、インスタストーリーに載せた動画をチャットに載せました。まあ、ウィンブルドンとね、ちょっと色は逆なんですけど、二人は。厳密に言うとだね。ねねちゃんもかなりハマってるやんって。今日ね、昨日発売のキャラマグネッツ3がコンビニはね、新商品は火曜日に出るので、月曜日のちいかわのそういうやつは火曜日に出るのよ、コンビニはね。だから今日朝コンビニ行った時に2つ買っていって、ねねちゃんと開封タイムをしました。で1個目でウサギが出てはってなって、で2個目でねねちゃんが先に見てはってなって、あ、絶対モモンガやんって思った。クイクイしてるモモンガが出ました。やばくない？でもね、多分ね、混ぜられてないんだよね、連続で入ってる気がするか、たまたま重なったのかわかんないけど、その番号があるじゃん、その1番ちいかわ、2番始まれみたいな、それがね連続だったのよ、ウサギとモモンガが。そう、偶然たまたまなのか、そういう並びなのかわかんないんですけど、連続で撮ったから、私真ん中の真ん中あたりをヒュッて2つ撮ったから。そういう情報どこで仕入れるんって。なんかね、もう見すぎて流れてくる。あのなんだっけ、ツイッターで関連みたいな感じで新商品がめっちゃ流れてくる、うん、
サギはねねちゃんにあげました。最高の引きでした。今日のチーカーシーサー可愛かったね。サタパンビン、最高。コラボがいっぱいあるから、そういう新商品がいっぱいあるから大変だけど、ちいかわレストラン当たったから今度行ってくるだと。いいな。私さ、あのさ、ちいかわ飯店のさ、パンダのさ、モモンが買いたいんだよね。でもさ、東京行くことなさすぎるから、あの全然あの抽選っていうか、その先着チャレンジもできてない、応募すらできてない。ちいかわ知らないけどモモンガは知ってるって、めっちゃ私の影響や。ゴールデンウィーク明けのシーサーにみんな癒されたよねって、ね、余計にねお仕事嫌になっちゃうよね、あんな見たら。あーもうやだって。京都のもね行けてないっていうか、モモンガのグッズがそもそもあんまりないから、ちょっとねなんかタイミングがっていう感じ。あったらいけるかもしれないけど、なかなかないじゃん京都に用事なんて。卒業旅行もさ、私そんなにさ現実っていうか、リアルなんていうか、プライベートかで友達がいるわけじゃないので、いるけどなんかその仕事のこととか考えたらやっぱ違いすぎるから、こう生活リズムっていうか休みのタイミングとかも違いすぎるから、なかなかね。そう、でもこの間最後のパジャドラの日に見に来てくれた2人、友達が2人、友達いたんだって思われそうだけど、いるっちゃいる。そうだけどなかなかタイミング合わないっていうか、多分どっちも気使ってると思う、私もだし向こうもだし。そうだからね、なかなかね会う機会ないんですけど、たまーに仕事終わりとかにお互いのたまたま会ったらちょっとご飯行ったりとかはするけど、別の子なんかちょいちょいいるのよ、ちょいちょい本当にちょいちょい。HKT に入ってからできた友達とかはほとんどいないんですけど、あのしほこさんぐらいしかいないんですけど、なんか誘われたり誘ったりとかできる人っていうの、そもそも連絡先も交換してないことがほとんどなので、インスタとかフォローし合ったりとかするけど、そこ止まりなんで基本的には。うん、かな。でなるとやっぱメンバーばっかになっちゃうんだよね。焼肉食べたい。むくみとか一切気にせず、締めに冷麺やな。で次の日のお昼に焼きポンデリング作って食べたら完璧。焼きポンデリングっていうのは最近 SNS で流行ってるらしくて、焼きポンデリングは普通のみそぞのポンデリングをフライパンで焼くのよ、両面カリカリになるまで。で焼いて、なんかその砂糖がさ溶けて固まってる状態なのだから、だから普段のポンデリングよりカリカリになりますよみたいなのが今流行ってて、流行っててとか流行ってるらしくて、それをやってみたいなって思って。私もそう、ってだけ。溶けてドロドロになって失敗したって、やばい、私もそうなる未来が見える。そう、それらしい、あるらしい。
からやってみたいなと思って。で私はポンデコクトーの方が好きだから、そうちょっとだったらポンデコクトーを食べたいなっていう気持ちもあるんですけど、あれはねみんな買ってきて作ってるだけ、そのなんか売ってるわけじゃない。アイス乗っけたらさらに美味しそう。確かに美味しそう。中はねもちもちだと思う。中身はまんまで外がカリカリを増す、カリカリ増し増しになるみたいな、わかんないけど。突然やけどコロナの期間めっちゃみんなダルゴナコーヒー作ってたあったね、懐かしい。私作らんかったそんなコーヒー飲まんしと思って。来月しおこさんの舞台見に行く予定です。いや行きたかったんだけど、あれだよね、あの思い出せ令和のなんちゃらかんちゃら。でもねちょっとね行けなさそうなんですよね、私ちょっとわかんない、予定次第。何ドーナツが好きで、ポンデコクトナンバーワン、ナンバーツー、あの黄色いのがついてるやつ、いやオールドファッションやな。ポンデコクトオールドファッション、ゴールデンなんとかの3つが好き。ゴールデンなんとかもちっちゃい頃から大好きで、でもボロボロこぼすからいつもママにまたこぼしてって言われながら食べてたドーナツで、ポンデコクトー、間違えた、ポンデコクトーはわりかし大人になってから好きになったやつで、あのオールドファッションは普通に好きで5つまでに増やすとハニーチュロだっけ、店の名前と、中身クリームが入ってない普通のやつのいちごかかってるやつ、いちごチョコがかかってるやつかな、5つって言われたら、その普通の両面焼いたみたいなドーナツののいちごチョコがかかってるやつ、中身は大丈夫。あんまり甘いの胃が得意じゃないから、クリームまで入れちゃうともうあのきついでも汁そばも好きだよ。なんかねちっちゃい頃よく行ってて、よく行ってたそのお店、ちょっとスーパーとかよりも大きいお店みたいなところにミスドが入ってて、よく買い物の終わりとかにママと行ってて、ママがいつも白そば食べてて、もう白そばは大人の食べ物だったの私の中で。そう、私の中で子供はドーナツだけど大人は白そばを食べるっていう勝手なのがあって、それに憧れて育ってきたの私は。そうで小学校高学年とかになって初めて白そばを食べて、ちゃんとそれで美味しいってなって、そっからは一時汁そばにハマってたかな。そう汁そばがあるのよ、めっちゃ美味しい。なんかラーメンじゃないんだけど、なんかそのさっぱり系の、そうサイドメニューのやつ。クリーム苦手な割には甘いもの食べるよね。そうね、なんか物によるかも。なんか全部甘いものいけるわけじゃないけど、本当に月に1回あるかないかぐらいで、あ甘いの食べたいなって。でもチョコじゃないことが多いかな。でも食べるとしたらいちごチョコが好き、うん、山崎パンの4つ入りドーナツも私も好き。あれでしょ、茶色のと普通のが2種類ずつ、2個ずつ入ってるやつ、めっちゃ食べてた朝ごはんに小学校前に。いつもそれがいいって言って食べてた。やっぱ小学生とかのね朝ごはんはね、いかに子供が進んで食べるかやからね
あんまりなんかお米とか食べたがらんかった気がする。小学校の時ってパンとかそういうドーナツとかが食べたかったが近所でした。ポケモンパンも食べてた。シール集めてた、あのザラザラシール懐かしい。駄菓子屋で売ってるミニドーナツも美味しいよ。ヤングドーナツ、小さい頃は甘いもの好きだったのって、うん、しょっぱいものが好きだった。でも今よりはなんか好きだったっていうか普通に食べてたっていう感じかな、甘いものも、うん、でもなんかめっちゃチョコみたいなのはあんま食べてなかった気もするな。よりもスナック菓子、あのバーベキュー味のやつとか網網みたいなやつとか好きだったかも。なんかね、こんぐらいのちっちゃい袋のやつあるじゃん、大きいやつじゃなくて、あの何個かつながってるやつでもなくて、その間ぐらいのサイズのやつ、こんぐらいのにちっちゃいカンカンのジュースをセットで毎日おやつとして食べてた。パパもさママもさ働いてるから、帰ってきたらばあちゃんだけで、まあ、じいちゃんもいたり仕事でいたりなかったりだったけど、大体ばあちゃんは絶対いて、そのばあちゃんがその日のおやつって言って1と袋こんぐらいのやつとカンカン1個を出すっていうシステムだった。ママがこれ1個ずつあげてくださいって言って、ばあちゃんだけがいた。じいちゃんはね、あの仕事バラバラだったから毎日とママと同じ感じで。でじいちゃんが夜勤じゃない日だけ、夜勤の日は寝てるからさ、その私が小学校から帰ってくる時間いない時だけ、もう仕事の日、その時間帯が仕事の日だけ家にあったピアノで音楽の教科書のやつを弾いてた。でもそれしか弾けなかった。だから弾けるって言わない、押してるだけ指で。でももう誰も弾かないから、もうあのないです、家には。あのパパのお姉さんがピアノやってたからピアノがあっただけで、誰も弾けなかったから。私も経験者でも何でもないドレミだったから。楽譜はあったのだから、そのおばさんがやってたから、でもちろん読めるわけもなく放置。そしたら気づいたらもうなくなってた。まあこれはもう15年前ぐらいの話ですけど、難しい音楽の教科書とか一番最後のページに絶対同じ歌載ったんだよね。そんな感じでした。猫踏んじゃったも弾けなかった。そんな私があの12秒引くだなんて信じられない。ピアノ習いたいって思ったこともないんだよね。なんか難しそうって言って、幼稚園の中にピアノスクールがあって、そこにいつも行ってるみんながあんまり楽しそうじゃなくて、やっぱ大変だからピアノって、から私は
いやって思ってた。でもね、せっかく家にピアノあるんだからやればよかったのにね。だってさ、ピアノ習ってる子がみんながみんな家にさ、ちゃんとしたピアノがあるわけじゃないじゃん。まあ、ちゃんとしたって言ってもなんかそのめっちゃごついやつとかじゃないけど、まあなんかそのキーボードとかじゃない、ちゃんとあの足踏むのもあるやつ足踏むのもあるやつがあったからね、せっかくならやっておけばよかったのにって今思うけど、多分その時家にあるから習ったらとか言われても絶対嫌って言ってたと思う。だって家で教えてくれる人がいるわけでもないし、誰もできないから。そのお姉さんはもうあの結婚していなかったので、エレクトーンじゃない、普通のピアノ、本当に普通のピアノ、なんか四角い、上に四角いピアノ、足踏むとこちゃんとあって普通の一列のやつ、学校にありがちなやつ、確かに音楽室に1個あるやつああいう感じのやつだったと思う。あ、動物の森に出てくるやつ。アップライトのピアノやねってやつなのかな。アップライト型っていうんだ、知らんかったとりあえずなんか上に大きいやつ、こういう音楽室、その中高の音楽室にあるこういう三角形みたいなやつじゃなくて、上にあるやつだった。なんかお座敷の奥のちょっとなんか幅狭めのフローリングみたいなとこにあった。じいちゃんのゴルフ道具、ゴルフバッグと並んでた。そんな10歳ぐらいの私でした。子供の日の延長戦、やっぱもう1時間経つの怖い。明日はもう、明日もリハーサルなので、もう今日のうちに荷造りをして、寝ます。まだ終わってない、めっちゃ途中。そう、今からしておく、明日楽できるように。でもあのなんだっけ、今日のうちに、明日の朝とかに使うものもあるからいつも不安になる。でもちゃんとメモして明日の朝これ入れるっていうのやってるんだけど、でも明日は別にそんな早くないので、まあ余裕あるからきっと大丈夫かな。明日から私と、明日明後日コンサートから私と同じスケジュールの人もいると思うので、皆さん、皆さんの中には頑張りましょう、忘れ物しないように。そんな感じかしら。ああ、ぐるぐるなる。天気悪そう、東京が。でも卒業公演の日の福岡の天気は曇り時々晴れっぽいです。晴れ時々曇り、左側にある天気の方が先、
晴れ時々曇り、晴れのち曇り、うん、でも雨は降らなさそう。ってなってる。中央区にしてる。ちゃんといろんなのが入ってるからさ、私のスマホのあの天気、行く先々で設定するから、たまに「え、今日雨やん」って時に見てたりとかそっちの東京の方見てたりとか。小山ちゃんは傘を壊してるイメージ。そんな壊したことないよ。一回壊したことあるけど、そんなに。どっかに置いてくることはあるけど、一回その買って帰り道の本当に途中、スーパー出て3分4分ぐらいのとこで強風にやられて壊れたことある。もう嫌だ、なんでってなった。周り誰も壊れてないのに私だけってなりました。あの時確か右腕にボロボロの傘を持ってたのよ。それはなんでボロボロなのか忘れたけど、なんかずっと使ってたか、なんかのタイミングでボロボロなのか、誰かがボロボロの傘を置いていったのかわかんないけど、とりあえずボロボロの傘しかなくて、それを持ってってたんだけど、あまりにも汚くて、そうだったから嫌で。やっぱスーパーの傘ってさ、それなりの値段もするのよ。100円じゃないのよ。100円200円じゃなくて何百円かするやつで、もうこれ買うかってなって買った。数分後やった。バーンってなって、本当にその瞬間、それまでさあんまり風が吹いてない雨だったのよ。普通にまあしとしとぐらいの雨だったんだけど、その瞬間だけ急にバーンって突風が、本当に私の周りだけかなってぐらい狭い範囲で突風が吹いてやられた。でさ、私がなんか歩いてた道には全然人いなくて、向かいの道、道挟んで向こうの道とか、同じ道だけどちょっと向こうとかには人がいたんだけど、みんな何もなってなかったのに私だけ。そう、ゴミ持って帰っただけやった悲しすぎる本当に。はあ、今思い出すと。でもね、その傘は結局はなんか自分で処分するのめんどくさくて PA に押し付けて捨ててもらった気がする。今さ持ってる折りたたみ傘がコンビニで買ったやつで、それも全然雨なんて降ってなかったのに、雨の予報でもなかったのかな、確かに別に。の時にコンビニに入って、コンビニで買いたいもの買って出ようとしたら、めっちゃ大雨降ってて、本当にえーってぐらい大雨が降ってて、で傘をもう買うしかない、もう走って帰るなんてもう到底無理なぐらい本当にとんでもない雨が急に降り出して、せっかく買うんだったら、今折りたたみ傘がちょうどなかったから、そうなかったから買うかって思って買ったのよ。でも買ったやつがその折れにくい、骨が折れにくい傘みたいなやつで、なんか反対に向いちゃっても戻りますよみたいな、ちゃんと戻りますよみたいな感じの傘なんだけど、今もねそれ使ってるんだけど、戻りやすい分逆さまにもなりやすいのよ。なんか柔らかくて骨がすぐ戻るし、折れたりもしないけど、その一回反対向いちゃうと壊れちゃうような傘よりも反対向きやすくて、ちょっとそうだから戻りやすいんだと思うんだけど、周りが別にそんなにね、あの
大丈夫な時でもなんか一人だけさひっくり返りそうなのをさこう一生懸命こうやってしてるみたいな状況になるからちょっと恥ずかしいんだよね。ちゃんとさ広さ大きさもあってすごいサイズ的にもすごい持ち運びやすいんだけどしちゃんと戻るし折れたりもしないんだけどちょっとね逆さまになりやすくて、うん、一人だけめっちゃ必死みたいな。でビニール傘が好きなんだよね本当は。前が見えるからよく。そう折りたたみ傘もなんか布系の黒のやつなんだけど、そうなんだけど前が見えないからさやっぱ折りたたみじゃなくてあのビニール傘がいいなと思う。結局高いのが一番なの分かってるけど壊すから安いのでいいよね。そうなんよね。しかもさどこに置いてくるかも分からんしさ取られちゃったりしたら嫌だしさ布系の傘ってさあの物によるけど真っ黒とかだと別に気になんないけど柄物の傘とかさなんかあと残っちゃうじゃん雨のシミみたいな。なんかもったいないなって思っちゃうんだよね。ちいかわのね傘は売ってるんですけどさすがにちょっと恥ずかしいかな。さすがにちょっと他にもモンが身につけすぎてるからちょっと恥ずかしいかな。あ、もう半過ぎてるんだった。前が見えないって刺す位置が低いからかなって。こう斜めにかけちゃうと前からの雨で足元濡れちゃうからスカートとかだからもうこう刺すのよ。こうまっすぐまっすぐ刺すからかかるのよどうしてもこの辺に。大きい傘でさあんま濡れないように大きい傘使ってるからこうちょうどこの辺に来るんだよね。まっすぐ持ったらこう持ってもさ上の方に持っても入ってくるのがおなんかいっぱいになっちゃうからこの辺でまっすぐ持ってるとどうしても前が見づらいから折りたたみ傘がいい。この前の目撃者公演の時に新しい傘買ったのに使わずに劇場に忘れた。え、代わりに使ってもいいそれじゃでも言ったらあると思うけど分かんない。その自分のが戻ってくるか分かんないけど特徴がめっちゃ似たやつがあると。でも大体よく言ってるスタッフさんが傘の忘れ物がどうのこうのめっちゃ晴れてるからみんな忘れて帰ってるって言ってたから言ったらあると思う。梅雨がね始まるからまた困る。座席番号書いて貼っつけるし残ってそうやけど。あ、そうなんだ。じゃあ絶対残ってるよ。何番か言ってくれたら私が持って帰るけどって感じ。それかもうメンバーが傘を忘れた時用に使ってくださいって。明後日忘れるよね。今年の春が梅雨みたいやったわかる。今年めっちゃ雨多い本当に。あーまた雨かってめっちゃ思ってるもん。でまた梅雨でしょ。困った。みんな傘忘れてる劇場に。ま、負けないように頑張りましょう。雨に湿気やね。雨とかじゃないもはや湿気。
まあ大雨じゃなければいいよ。卒業公演の日はお願いします。雨降らないように、できるだけ湿気が少ないように。そろそろ終わりましょうかね。ボス、多分ね次のショールームが分かんない、いつできるか分かんないけど、最後のショールでもね、卒業公演の日はできないと思うから、分かんない、終わり時間とかが全く読めないから、できるって断言できないから、うん、前日の夜とかかなに最後のショールームってちゃんとした形ではしたいなって思っております。11はねできなかった時が困るから、そう、できたとしてもさ、あの15分とかになっちゃうから、多分どうしてもバタバタして、やっぱ卒業公演の後は撮らなきゃいけないものとかもいっぱいあるし、 100M 申し込んでくださってる方も結構いるし、でもね、まあ土曜日なんでちょっと早いから、まあ分かんない、分かんないよりはちょっと一旦ちゃんとして、もしできたら最後にバイバイくらいはできるかもしれないけど、ちゃんと話す最後だと思いますは、ちゃんと時間取ってやりたいと思ってますので、それもねまたお知らせしますので、待っていてください。絶対バタバタするから、当日じっくりは絶対話せないから、そうしたいなって思ってます。結構バタバタしてるから、壁紙外したりとかね、全部終わらせての配信になっちゃうから、どうしてもあとメール送ったりとかいろいろしなきゃいけないから、今のうちからねいろいろまとめておきたいなとは思ってるんですけど、その時その時でいろいろ出てくると思うから、てな感じで今日は終わりたいと思います。残り数日よろしくお願いします。コンサートもあるし、笑ってます。それでは終わりたいと思います。 See you again、 また来て again、 バイバーイ、残り数日よろしくお願いします。